ちは遊んでいた。大人たちは作物を作っていた。そこはみんなで同じ暮らしをしている世界、平等な世界。ある日、遊んでいるとピカピカ光るものを持っている人がいた。私たちは驚いた。その光は見たことのない光だった。きっと私たちを楽しいところへ導いてくれるんだ。しかし、その人は消えてしまった。私たちは何とかしてその人にもう一度来てほしくて、どうしたらいいのか考えた。音を聞かせようと思った。どうやって？どうやって？いろいろと試してみた。丸い筒を作って動物の皮を貼った。それを叩くとびっくりするような大きな音がした。それをみんなで叩いた。来る日も来る日も、そうしたら聞こえた。私たちの気持ちが届いた。Thank you.
皆さんこんばんは。本日は、フォアジャパネスク祭りに、ご来場いただき本当にありがとうございます。少しですね、オープニングから新衣装にまとったメンバーが緊張感のある曲を4曲続けて、お届けしましたが、ここからは少し元気に MC タイムということでですね、皆さん一緒に楽しんでいきたいと思いますが、準備よろしいでしょうか。ありがとうございます。さあ、私たちの、単独公演ですけども、単独公演自体ですね、東京での、開催が初めての開催となります。今回はここ東京浅草公会での、開催と、なります。こうして、初の、地ではありますけども、たくさんのお客さんにご来場いただき本当に感謝しております。ありがとうございます。でですね、今日はすで、に私たちの公演何回も、見てるよとかいう方もいらっしゃってると思いますし、初めて、見に来たという方もたくさんいらっしゃると思いますのでですね、今日は少しどんな、グループの成り立ちで、最近どんな活動をしてきたかというのをですね、少し後ろの映像をスクリーンを使ってですね、紹介していきたいと思います。少々お付き合いいただけたらと思います。それでは、いきます。映像ドン。はい、私たちコアですけども、2006年ですね、神奈川県、マーチングの発祥地が神奈川県横浜なんですけども、横浜市で、結成しました。2006年からはですね、当初はですね、いろんな学校とか卒業しても、楽器を続けたいというメンバーが集まって、発足したわけですけども、2011年ですね、やっていく中でより本格的にですね、たくさんの場で披露していく場が欲しいということで、自ら、マネジメントプロダクションを設立して、活動しております。そこからですね、少しずつ、いろんな場で、演奏させていただく機会を、得まして、最近ではですね、葉加瀬太郎さんの全国ツアーの場で、一部演出協力出演などもさせていただいております。また地元横浜で B リーグ横浜 B コールセアーズのオープニング、パフォーマンスなども担当させていただいたりしております。そして今年入りまして2019年1月からはですね、1月早々ですね、和楽器バンドさんの大新年会埼玉スーパーアリーナ 2days にも出演させていただいております。そして記憶にも新しい1月から3月までつい先月までですね、米津玄師さんというアーティストの全国ツアーにも、帯同させていただいております。このような最近は大舞台でもありがたいことに、出演の方をさせていただいております。今日はですね、活動を共にするメンバーをですね、今日はこれから、紹介していきたいと思います。まずは1人目どうぞ。なんかもっといい写真なかったんですか。もう免許証じゃないですか。岡部亮平、担当楽器ドラムです。もうね、コアの心臓部といっても過言ではない、あの左の2階でドラムセットを叩いてます。この人のドラムは本当にね、エネルギッシュで時には繊細でいいドラムを奏でるプレイヤーです。ぜひ最後までご注目いただきたいと思います。岡部亮平です。さあ、ドラムグループなのに人力ドラムロールでお届けしましたが、2人目からは本当のドラムロールでお届けします。では2人目いきましょう。ちょっとこれも免許証の写真じゃないね。なんでこんな写真とかなんだ。深代優香、担当楽器ドラムです。好きな食べ物チーズバター牛乳とありますが、深代さんはですね、お菓子作りも得意でですね、バレンタインの時とか男性メンバーにですね、クッキーとか手作りで作ってくれる、とても優しい子です。ぜひ最後までご注目ください。深代優香です。さあ続いていきましょう。3人目。水谷千里。やっぱりそれドラムロールじゃないですからね、はい、担当楽器ドラム。好きな食べ物をたい焼きとあります。今日お母さんがたい焼き差し、大量のたい焼きを差し入れしてくれました。お母さんありがとうございます。ね、ドラムの他にタップダンスもできる器用なメンバーでございます。ぜひ最後まで注目してください。水谷千里でした。さあ続いて4人目いきましょう。これまたやる気のない顔だね。桑原大輔、担当楽器ドラム。みんな気づきました？担当楽器ずっとドラムになってますけど、それは当たり前ですよね、はい、
ドラムの中でも、たくさん太鼓のくっついたテナーマーチングテナードラムというのを主に担当している桑原さんです。趣味飲酒です。悪い人ですね、はい、悪いことしないようにしてくださいね。アサヒスーパードライ限定で好きですので、メンバー1アサヒに貢献している桑原さんです。ぜひ最後までご注目ください。さあ続いて5人目いきましょう。宇田川大吾、これまた悪い顔だね。これもなんでもっとピシッと写真がないのかね、はい、担当楽器ドラム、主にスネアドラムを担当している大吾くんです。はい、歌うことが趣味ということで一曲聴きたくありませんか？やりませんということでね、大吾くんとカラオケ行きたい人は、出待ちしててください。宇田川大吾でした。さあ続いていきましょう。はい、サブリーダー大久保健二、担当楽器は主にスネアドラムを担当しています。もうこの方のスネアドラムはもうすごいですよ、本当にね、はい。趣味特技現在なしですけども、いつもお肉ばっか食べてる印象があります。昨日も夜ステーキだったそうでね、今日に備えてたくさんエネルギーを蓄えた大久保健二です。ぜひ最後までご注目ください。さあ続いていきましょう。大曽根和樹、担当楽器ドラムです。もちろん、はい、ドラムの他にですね、でも今日は彼はですね、鍵盤楽器の方も担当しているとても器用な腕を持っています。たまに遠征とか行くとですね、あの夜の、ちょっとしたお酒を飲む場のために手料理作ってきてくれるんですよ。おつまみですね、手料理のおつまみ作ってくれる、女子力高い男性です。大曽根和樹です。さあ続いていきましょう。中山悟、これ何の写真なの？何の写真なの？パスポートの写真。だいぶ昔っぽい感じですけどね、はい、素直そうな顔してますねこの時は、はい。担当楽器ドラムです。主に、マーチングテナードラムを紹介、担当してます。彼はですね、熊本からフォアをやるために出てきた熱い男でございます。中山さとるです。さあ続いていきましょう。吉岡健太郎、担当楽器ドラムです。好きな食べ物サーモン、ブリ、特技牧原のりゆきさんのイントロクイズ。それは牧原のりゆきさん限定だったらそれは大体わかるでしょうって話ですよ、はい。吉岡健太郎です、もう彼とも長い付き合いになりますけれども、主にバスドラム、大きい太鼓の方を担当しておりますので、最後までご注目ください。吉岡健太郎でした。さあ、最後ですかね、はい。出ました、我らのリーダー、夏井洋平です。担当楽器ドラム、主にスネアドラムですね。好きな食べ物はなし、特になしではなくて果物のなしです。そして趣味が旅行、普段は2人の子供のパパで、いいお父ちゃんやってます。はい、今日はいっぱいいただきます。はい、といった形で、以上10人のメンバー紹介が終わりましたけども、この10人でこの後もパフォーマンスをお届けしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。第1部もですね、後半戦にこれから、入っていきますが、今回ですね、東京で公演をやるといった、ことで、今まで、やってきたことの他にもいろんな、チャレンジを作っていく、舞台を作っていきたいということでですね、先ほど、出演の、実績にもありました、博士太郎さんの、現場で、知り合うきっかけをいただきました、堤幸彦監督にも多大なご協力いただき、その他、たくさんの大勢の方々に本当に、このステージを作っていただくために一緒に、力になっていただきました。ぜひこの後もですね、私たちの新しいステージを感じ取っていただき、最後まで一緒に皆さん盛り上がっていきたいと思います。それでは準備もですね、整ったようですので、後半戦に入っていきたいと思いますが、皆さんくれぐれも興奮しても前の人は叩かないように、お願いしたいと思います。それでは皆さん改めまして、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.
借りております。ロビーなどお席を離れているお客様は速やかにお席にお戻りください。
Thank you.
レテレレテテテテテレレレおやってるやってるねやってるねおよし乾杯見てた今のアウェーかっこよかったねかっこよかったねおいちょっとドラムのお兄さんのファンになっちゃったかもちょっとおいでおいでおいでちょっと一緒に飲んだら楽しいんじゃないかなおいでおいでよし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 おいしそう、おいしそうだね。そう、なんか、ちょっとつまみとか欲しくなってちゃったかもしれない。あれ、あ、ちょっと、あ、小山さん、小山さん、飲酒が趣味だからって寝ちゃったらダメだよ。本番中ですよ。よし。オッケー。じゃあ、もう一回乾杯したらいいと思うよ。はい、乾杯練習したもんね。ちょっと楽しくなってきちゃった。踊ってもいいですか？タイタイアトトンガトンタラトトンガトンハイトトンガトンタラトトンガトン。ジャパネスク？俺知ってるよ。そう、みんなさ、ジャパネスクって知ってるよね。知ってるよね。ジャパネスクって知ってるよもんね。俺ジャパネスク？ジャパネスク？ちょうどいい内輪が、はあ、熱い、ね、これさ、そうさっきの、あ、持ってるんじゃないこれ、あ、持ってる、これ、なんかみんなこれ持ってるんじゃない、これ、赤出して、黒出して、赤出して、黒を通り越してジャパネスク、はい、これぐらい、ちょっとすみません、あ、これ、これ
はい、右へピッ、はい、左、右、左、はい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 、こうやってると客席が非常に盛り上がってるように見えるみたいな。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、おいで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 。お隣さんとか、おいでみたいとかね。こうやって、お隣さんとか、おいでみたいな。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと風を送ってみてください。はい、風になりたいみたいな。ありがとうございます。はい、ということでですね、せっかくなんで、これからちょっとエクササイズタイムに突入したいかなって思ってます。今日は皆さん、何の日か知ってますか？4月20日。420、腰痛ゼロの日でございます。ということで、皆さんスタンドアップ、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 スタンドアップでございます。はい、ということで、よっ。早すぶり白羽取り焼き鳥、エス炭焼き、静電気感じてます。熱のよし、よーポン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 からは恒例の抽選会コーナーに突入でございます。どんどんどんパフパフパフ。はい、ということでまずは商品の説明からいってみたいと思います。皆様後ろにご注目ください。それでは特賞から発表していきたいと思います。いきますよ、せーの、ドン。なんとプレミアムエコノミーで行くハワイワイキキノーショーは8泊6泊8日の旅でございます。はい、63万円相当。はい、ちょっと今回すごくないですかね。頑張っ、あ、ジェキビーさんありがとうございますみたいな、なってなって、はい、はい、続きまして一等賞の発表でございます。こちらでございます。いきますよ、せーの、ドーン。出たー、なんと現金10万円でございます。ただしウォンでお支払いでございます。はい、ね、ハワイ旅行行けなかったけど、お隣韓国旅行なんか行ってみても楽しいんじゃないかなと思いますよ。はい、続きまして、こちら二等賞ですね。二等賞の発表でございます。いきますよ、せーの、ドーン。お、来た、5万円でございます。はい、5万円分のコーヒー券となっております。はい、これ、あ、浅草限定なのね。はい、多分浅草界隈でコーヒー1年分ぐらい飲めるんじゃないかなって思います。はい、はい、さあ、そしてじゃあ3等賞ね、3等賞の発表いきたいと思いますよ。いきます、それでは、せーの、おどーん。はい、来たー、現金3万円でございます。逃げも隠れもしません、現玉でお支払いいたします。さあ、そしてこちら4等賞ね、4等賞の発表でございますよ。いきます、せーの、ドーン。来た、現金1万円。はい、ただしこちらね、はい、毎月1000円ずつ10ヶ月払いとさせていただいております。はい、金利手数料は全てコアが負担ということで、はい、最後ね、5等賞外れなしでございますよ。5等賞発表したいと思います。いきます、せーの、ドーン。はーい、ご縁でございます。素敵なご縁がありますようにということで、はい、これ皆さんどうやって抽選するか気になるんじゃないですか。はい、というわけで再び後ろへご注目いただきたいと思います。いきますよ、せーの、おっと。
出たルーレットでございますっていうか、ちょっとこれもうほとんど半分ハワイ旅行じゃないですか。っていうか、ご縁狭っ、すごい。っていうか、ちょっとルーレットの真ん中の人突っ込んでもいいですか、これ。はい、お兄ちゃん、はいはいはい。ということで、ここからはチャレンジャー募集したいと思います。やってみたい人挙手。はい、すげえいっぱい手を挙げてくれてる。誰にしようかな。はい、そしたら、はい、このブロックの、その赤い内輪で、黒いカーディガンで、はい、今パッと振ってくれてて、はい、そうです、はい、はい、そんなあなた、はい、じゃあお迎え行ってきて、お迎え、はい、手挙げててください、あなた、はい、そのメガネの彼女の隣のあなたね、はい、黒いカーディガンに白いシャツのあなた、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ようこそ、はい。We'll be right back.
裕太です。佐藤裕太さん、ありがとうございます。本日はどちらからいらっしゃいました？東京から来ました。東京から来た、東京、宇都宮、東京、イエーイ。ということで、はい、それでは佐藤さん、はい、ルールはよろしいですよね？はい、はい、じゃあ最後にちょっとこれ僕もう一回だけサービスしようかなと思います。いきますよ、せーの、ドーン、落ちたー。ご縁だ。もうこれだって視力検査みたいな見えないもんね。だから髪の毛1本ぐらいで熱の、はい、ということで、はい、それでは、はい、いきますよ、はい、せーの、ルーレットスタート。ストップ。
Thank you.
ありがとうございます。改めまして感謝申し上げます。あと1曲アンコールにお答えしてお届けしたいと思いますが、最後は再びですね、今日一緒に出演してくれましたIB カンパニーのダンサーキッズチームにも再び登場していただきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。ありがとうございます。それでは最後の曲、総勢20名でお届けします。エキサイティング。皆さん、改めまして本当に最後までありがとうございました。本当にたくさんの人に来ていただいて感謝申し上げます。ここに今日来ていただいた方は、もちろん、
今日までですね、このステージを作るために一緒に、支えてくださったスタッフの方々にもこの場を借りて、お礼申し上げます。改めてですね、そして今日一緒に出演してくれましたアイビーカンパニーのダンサーのみんなにも改めて大きな拍手をお願いいたします。そして、ジャパネスク祭り、ドラムパフォーマンス集団コアが、お届けいたしました。皆さん改めまして、本日は最後までありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。またお会いしたいと思います。ありがとうございました。ご記入いただきましたアンケートはロビーにて回収いたします。